山内真理子月曜日のつぶやきここからはスタジオ部員の山内真理子さんのコラムのお時間です本日は練馬区立美術館で開催中の日本の中のマネ。 出会い120年のイメージこちらの美術展についてのつぶやきですねはいのこの美術展私がつぶやかずともう,もうすごいたくさんつぶやかれていてツイッターですごい評判だったんですよねみんな面白い面白いって言っててそれでちょっと興味持って行ってきました、うん、のと重藤くん<い>マネの代表作印象派のマネで代表作がわ、えー、からないですね。<laughs> あととマネとモネモどっちちがどっちかかかわりますかあそれは、うん、一応、うん、美術史の授業を受けてたから、はい、並べられたらどっちがどっちかっていうのはわかるようになったモネはどっちモネは <laughs>、うん、日の光か太陽の光が印象的なの、うん、あのなんか淡いフィルターみたいなのかかってる水蓮<す>とかね、はい、そうそう。うね、とマネ のあの今回のこのマネの方はあああのもうちょっとこうペタッペタッとした平面的な絵を描いててああでちょっとあの画,画題もスキャンダラスな感じでねあの<ー>フィルターかかってない方ですね。マネって、まあ、名前すごく有名なんですが、まあ、モネと。 混同されがちだし、うん、あとちょっとね、うん、モネの方が日本人好み、日本人に愛されている。よくね、モネの展覧会あ,ありますよね。ありますよね。日本ですごいたくさん開かれますよね。のもともと日本にあのモネの作品がたくさんまああるっていうのもあって。の回数すごくあの多いんだけれども、一方でマネの作品って日本にそんなになくて。<ー>でこれまで古典っていうのも日本で三回くらいしか。 開催されたことがないあの名前似てるし同じくらい有名なんだけども意外と人気にめっちゃ差があるっていう。<ー> そうなんですよねでそれで、えっと、この展覧会では、まあ、そんな、あのー、マネが日本でどのように受け入れられてきたのかっていうことをテーマにしています。っていうことをテーマにそうそうそうあのマネ展ではなくて日本人はマネのことをどんなふうに見てどんなふうに、まあ、取り入れた自分の、えっと、絵の中に取り入れたか<ー>エッセンスをね<ー>っていう,う。 すごいあのマネのことを知れるし日本当時の日本の画壇というか、うん、あの絵のことも分かるしすごくねマネのことをちょっと簡単に説明しますとさっきあの重藤くんが言ったように印象派の人で印象派のリーダーみたいな指導者みたいな風にも言われたりするんですが実は印象派 印象発展っていうものには出してないんですよね。うそう<ー>あのそうあのマネはとサロンいわゆるま鑑展あのオーリザアカデミーみたいなお堅いところがやっている、えー、展覧会に自分の作品を出して叩かれたり落選したりしてまああくまでそのサロンのフィールドで戦っていた人なんですよね。でまあそれまでそのサロンで発表されるような作品ってまあ あ仰々しい歴史画とか神話の絵とかであの屋外で、ね、女性の裸を描かれる場合って、まあ、基本的には人間じゃなくて妖精とかあとなんか女神っていう設定を借りて女体を <laughs> まあ。 いいいいい感じに描描いているエロく描くみたいなサイゼリア的なサイそうそうなんだけどもこのマネは現代生活もっとね生身の生活だとか生身の女性を描くっていうので「あの草侶の昼食」なんかではあの森の中で男性2人と裸の女性1人がなんかピクニックみたいな感じで座っているあ<ー>あの森の中で座ってる絵があるんですけどそれとかはなんかね 当時だ男子学生の間で流行っていた娼婦を連れて森に行くっていうそれをそのまま描いたって<ー>、うん、でまあすごいスキャンダラスで、まあ、炎上してたでもあくまでマネはなんか古臭い神話とか歴史画とかじゃなくて今のリアルな都市生活を描くっていうことに、まあ、すごいこだわって戦っていた人で,でそんなマネ先輩マジかっこいいって思ったモネとかルノワールとかシスレーとかが、うんえー、マネがこう その早朝の昼食を発表した10年くらい後にな,るなってあのサロンなんてもうダサいっすみたいな感じであ<ー>あの自分たちだけの展覧会やりましょうよって言って始まったのが印象派展っていう。<ー>うん、でででもあのマネ先先輩輩はあくまで先輩なので あ自分そういう新しい展覧会とか自分はもうサロンで頑張りたいっすって感じであ<ー>、あのー、ちょっとこうい同じ印象派ってくくられがちなんだけども立場違う<ー>もうちょっとこう先輩格な感じであの印象派展には一度も出していないっていう感じでそんなマネが、まあ、明治の時代なんですよねちょうど19世紀末あ<ー>あ中盤ぐらいなので日本は明治時代なんですがえっ、ー、とん違うかもうちょっと先か。 うん、あのとにかく明治の画壇でマネがどんなふうに影響を与えてきたのかっていうのを、えー、調べて調べてというか展示していますいくつかの作品を展示してでそもそもこの時代ネットもないし写真もそんなに流通しないので文字情報だけで例えば森外が何かの媒体に美術ひょ批評を書いてマネっていうのを紹介するそれが日本で初めてマネが紹介されるみたいなところなので<ー> あの文字だけでマネの絵を想像して日本人の画家、まあ、石白帝さんが「想像の象形」っていう想像の昼食を、えっと、イメージして多分こんな絵だろうなってイメージして自分で咀嚼してアウトプットした 絵を描かれていたりそれがちょっとなんかねすごくあのこの展覧会のメインイメージチラシとかに載ってる作品なんですけどもすごい顔なんか素敵なんですよね着物着てる明治の、まあ、子どもたちがあの草むらの上でたたずんでいてそのなんか配置構図 あの人々のこう場所とかがすごくね独特であっこ,こういうこの絵のもんあマネの絵のイメージをこうこと文章で再構成しているからうん、うん、その森の中そう。そう 人人が横たわっていいるってい何人かいる何かみたいな <laughs> <laughs> そうそれをなるほどって思って、まあ、着物着たね多分、まあ、これ確か姉妹あと自分の兄弟を描いているんですけども<ー>兄弟で再現したりとかしてすごいなんか頑張って あのフランスの流行を取り入れてるって感じがして<ー>とっても可愛い絵ですあとね SNS ですごい評判だったのが福田美蘭さんというこの現代作家さんが、えっと、おかけになった作品がもうめちゃゃくちち面白いんですよね<ー>ちょっとこれあのギミックがあるので何がどうとは言わないんですけども、えー、福田美蘭さんが発表されているとマネをオマージュした作品が最後のこの展覧会の最後に あるのでもしね行かれる方そこぜひぜひチェックしてください行ってみてからのねお楽しみですあでだからこの日本の中のマネっていうねタイトルなんですねです、うん、はい、日本の中のマネ出会い120年のイメージ練馬区立美術館で開催中です会期がね今週の木曜日まで11月3日までなんですよね、はい、ですから行きたいという方お急ぎください 山内真理子月曜日のつぶやきこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけますぜひチェックしてください